森久子はイギリスを中心に活動する日本人の女優。愛知県名古屋市出身。テレビドラマや映画、ミュージカルと多方面で活躍。歌とダンスのほか、日本人のあまりのないイギリス英語と普通の日本語の両方を話せる。名古屋生まれだが3歳半の時から父の転勤に伴いアメリカ、合衆国ニュージャージー州へ移り、10歳で日本に帰国。 12歳の時に、今度は、父が、イギリスのロンドンへ転勤となり、学校のミュージカルの主役に選ばれたのがきっかけで、演劇、音楽、ダンスのレッスンを始める。15歳の時に父は、再帰国となるが、イギリスで女優になると決心して、ロンドンに一人残ることになった。以後はほぼ、ロンドン在住。高校1年の時、友人の誘いでたまたま行った劇団オーディションに、 合格して入団。その劇団で、コーカサスの白木の和の無流者役を演じているところを、ミス・サイゴンの音楽助監督に誘われ、オーディションでの選考に勝ち抜いて、アンサンブルでの出演を射止めた。ロンドンで上演された大ヒットミュージカル、ミス・サイゴンで、主演のキム役のアンダースタディとなっていたが、キム役の女優が、交通渋滞で劇場に間に合わないことから急遽。 キム役を演じることになり、日本人女優初のウエストエンドでの主演を果たしたのは、まだ17歳の時であった。その後に、正式にキム役に昇格している。以後、いくつかのイギリスのテレビ番組で、レギュラー出演を果たしたほか、舞台、映画、ラジオドラマなどにも出演。声優や司会者としても活躍。2005年にテレビドラマ、 ドクターフーに研究者役として出演した際に番組のプロデューサーラッセル・ティデービスの目に留まり2006年に制作された同番組のスピンオフ作品秘密情報部トーチウッドの佐藤敏子役に抜擢されレギュラー出演した2006年には再びウエストエンドでミュージカルアベニュー Q に出演2010年にはジョン・レノンの電気テレビドラマであるレノン・レイキッドで 小野陽子役を演じている。2015年公開の映画、エベレスト 3D では登山家のナンバヤ子を演じている。2018年の舞台、王様と私は、ウエストエンドで公演。チャン・王妃を演じている。渡辺県、大沢高尾と共演。2019年には、日本のテレビ番組、陸海空地球征服するなんてで行われた。 イギリス人千人を対象とした街頭インタビューの結果、イギリスで有名な日本人ランキングの第五位にランクインした。imdb ハット・プッチコ、クリスティ、ケイラ・ナイトリー・タケルズ、エベレスト・ウィズ・ジェイク・ジランホール。cinemablend。com。httpwww。シンデマブレンド。com。 ケーラナイトレータックルエベレストウィズジェイクジランホールマイナス 42847HTML ハット陸海空地球征服するなんてで紹介された情報価格コム2020年12月29日閲覧ありがとうございます